ようこそ光の仕事人。このコーナーは新潟で光り輝く方をゲストにお迎えしてお話をお伺いします。今日も素敵な女性登場です。まずは自己紹介をどうぞ。はい、皆さんこんにちは。地域創造カンパニーグローカルマーケティングの大沢由香と申します。はい、大沢さん今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてお久しぶりです。はい、お久しぶりです。旧姓の頃にお会いしたんですよね。はい、はい、まだあの大学生の松江由香の頃にお会いしておりました。そうなんですよ。大学生時代、あれは国際ボランティアをやっている時代でした。そうですね、うん、はい。で、今はねグローカルマーケティングさんでもう結構ベテラン7年目。そうですね、あっという間。はい7年経ちました。私が年取るわけだわ。いやいやいや本当もう立派なね働く女性キャリアウーマンになられてびっくりしました。ありがとうございます、ね。はい、まずねそのグローカルマーケティングさんのところに出てる自己紹介のところがあるんですね、大沢さんの、はい、そこをねちょっとご紹介したいと思います。上越市の出身なんですね。はい、そうです。でお父様が教師をされていたということで、はい、幼少期はじゃあ転々と。そうですね、新潟県内本当に3年おきぐらいに転々としておりました、うん、だから上越、刈羽村、佐渡も行かれた。はい、わーいろんなとこ行きましたね、はい、だからだ大沢さんその明るさやっぱりあの転校生って新たなところに馴染まなきゃいけないから、はい、友達をね作るためにすごく明るくなるって聞いたんですけど。そうですね、うん、こう新しい土地で一からこう人間関係とか信頼関係を築いていくっていうので、うん、こう自分から発信するっていうのはすごく大事にして、はい、育ったと思います。ですよね。そして、新潟県立大学の国際地域学部に行かれて、はい、その頃にあったんですよね。そうですね、私ね、はい、はい、で国際ボランティアをされていたその時のリーダーだったと。はい、うん、そういうなんか長とつくものって結構好きでした。あ、そうですね、うん、割とこう頼まれることが多くて、うん、はい、ただあのしっかりみんなをまとめられてたかというとそうでもなくて、自分がやりたいことにみんながこうついてきてくれて好きなことをひたすらやってた4年間だったなと、はい、思います。その学生時代に、学生と企業とのコラボレーション企画とかもやってたんですね、はい、そうですね、うん、あのメディアシップをあのお借りして新潟県内の中小企業の経営者さんとあの県内の大学生の本気のトークバトルというのを企画して、うん、はい、いろいろと、はい、やらせていただいてました。はい、で写真にあるのが、うん、大好きな兄弟たちと写っている写真なんです、はい、すごく美女美男ばっかりですね。いやいやいや、漏れてる写真を選んでおります。仲いいんですか？とっても仲いいです。4人兄弟、はい、うわーすごいな。みんな年に何回ぐらい会うんですか？そうですね、あの県外にあのお呼びに行った妹もいるのでなかなか年に会えるのは 1,2 回なんですが、うん、家族ラインがもう毎日のように、うん、あの飛び交っていて、うん、一緒に暮らしているような感覚で、はい、いいですね。そしてお隣の写真がカンボジアのスラム街にある学校でのボランティアをした時の様子、はいはい、スラム街にあったんですか学校が？そうなんです。結構大変なところにありましたね。そうですね、うん、なんかこう自分たちが良かれと思ってボランティアに行ったけれども実際に現地で求められていることは全然違ったっていうようなこう大きなギャップを経験した本当にそれは忘れられないエピソードの写真なんですよね、はい、具体的に言うと何をしに行ったのに求めていたのは違かったっていうのは何だったんですか？本当に典型的にこう私たちは何かこう向こうに喜んでもらえるものを持っていこうというので、うん、
当時新潟県内からこうお洋服とか靴とか筆記用具とかっていうのを持って行ったんです。重たい思いをして運んで喜んでくれるだろうと思ったら、実際の現地は生活はサンダルで、靴も数に限りがあるから、じゃあ誰にあげるんだ、喧嘩になってしまう。ペンも同じ長さ同じ色でないと非常にそこで争いが生まれてしまうっていうので、もう渡すんだったらみんなに平等に、そして本当に必要としているものにしてほしいと言われて、結局靴は現地で売って換金して、そのお金を寄付したっていうような、実は、はい、そうだったんですね。結末でした、はい、いや、 やっぱり行かないとわからないですね。そうですね、はい。じゃあその学生時代国に行ったことがあるのはカンボジアだけですか？そうですね、カンボジアと、タイ、インド、ネパール、中国、はい、この辺りに、ましたね、はい、行っておりました。そうですか。じゃあアジア圏が多いのかな。あ、そうですね、はい、私もアジア大好きで、はい、今はねコロナで行けないんですけど、韓国とかタイによく行ってたんですよ。いいですね、韓国も行ってみたいです。だって食べ物が美味しいじゃないですか。いや、美味しい。アジア圏で、はい、で自分がやっぱりね、なんか合うんですよね。だからね、またちょっと落ち着いたら行きたいななんて思っています、はい。まあ、そんな大沢さんが卒業後、はい、地域創造というビジョンに強く共感して、はい、現在のブローカルマーケティングさんに入社されると、はい、そうですね、うん、はい、地域創造っていうのは具体的に言うとどんな感じなんでしょう。はい、そうですね、地域創造、私の中での地域創造っていうのは本当に自分の身の回りの方、大切な方が一歩踏み出す勇気を与える、本当に小さなことかもしれないんですけれども、学生時代にそういった海外でボランティアをしていた時に、ふと現地の方から来てもらえるのは嬉しいけど、ゆかの周りには本当に困ってる人いないの？と言われた時に、ふと我に返って、あ、私は新潟のことは何も知らない、もしかしたらもっと困っている人がいるかもしれないっていうので、初めてベクトルが内側に向いて、そこでこの地域創造っていうのをビジョンに掲げるグローカルマーケティングに入社しようと、はい、思いました。素晴らしい、私学生の頃そんな立派じゃなかったなって、いや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 、思いますけど。で、入社して今7年、はい、7年目です。そうですね、7年目です。でね、先ほどこのグローカルマーケティングさんのパンフレット、はい、会社のねパンフレットをいただきました、はい、すごいですね。3つの柱があって、はい、コンサルティングと、はい、プランニングと企画制作、はい、これね一つ一つちょっと説明していただきたいんですけど、はい、まずコンサル、はい、よくね聞くコンサルティングなんですけど、わ、はい、かりやすく言うとどんな感じでしょうか。そうですね、わかりやすく言うと、企業様の売上アップを実現するパートナーですね。パートナー、はい、そしてプランニングは、はい、プランニングというのはお客様の夢を実現するために何に取り組んだらいいのかと課題を明確にする、こちらもパートナーです。そして企画制作というのは何をされてますか。はい、例えばですね、その夢を実現するために必要なツール、まあ、紙媒体だったり動画だったりとか、はい、そういったところを制作させていただいているパートナーになります。で皆さんもおなじみのときっこクラブというね、はい、子育ての応援団、はい、こちらの方も企画制作の方でされているということ。そうですね、はい、私もお世話になりましたよ、子育て、まあ、今も続行中ですけど、はい、でこの3つの柱の中のプランニングというところの部署に、はいはいはい、今大沢さんがプランナーとしてね、はい、働いていらっしゃるということなんですけど、はい、で主な仕事が、ね、2つあるそうで、はい、企業の課題解決を明確化する、はいはい、これはどんなことですか。はい、
私はプランナーとして日々お客様のもとに企業様にお伺いするんですけれども、そこでどんなことをこれから実現したいかっていう夢をまずお聞きして、その夢を実現するにあたってどんなことが必要かという課題を整理します。はい、で何をすべきかという、 こう道しるべを作っていくというのがプランナーの役割になっております。いわば営業の窓口ですよね。そうですね、はい、営業です。そしてその、解決するプランを立てる、はい、っていうことですよね。はい、で実際はもっともっと後になるとコンサルタントが出てくるわけですね。はい、そうです。それ段階ごとに役割があるという会社になっているそうなんですよね。はい、そしてもう一つのお仕事がプレスリリースですね。はい、やっぱり情報でいろいろ活動をする人たちの認知度を高まるように、はい、っていうお手伝いですね。はい、そうですね。これもまた大きな仕事ですよね。本当にやりがいがあって、その出会った方々の夢、それをなんかもっともっと多くの人に知ってほしいなって思った時に、費用をかけずにしかも実践しやすい武器だなと思ってます。ってなるとやっぱり会社の社長さんが対応する相手になるんですか？そうですね、最初に経営者の方が多いかもしれません。はい、年代でいうと今大沢さんはいくつ？今今年29になります。29、はい、もうすぐ30で、会社の経営者ってね、今の若い方も多いか、はい、30代の方から60代ぐらい、70代の方、幅広いと思いますけれども、ね、はい、最初はねそういう経営者に会うってドキドキしませんでした？はい、そうですね、やっぱ学生の頃に会ってたこう自分の立ち位置というか役割と社会人になってからの立ち位置って違うので、すっごくドキドキしました。それもやはり経験、はい、場数ですよね。いろんなところに伺ってお話を聞いて、はい、そういう経営者から学ぶこともあったりするわけでしょう？いや本当にそうですね。もう必ずお客様に会った時にいろんな経験とかお聞きするんですけど、それが今の自分の座右の銘だったりとか、こう仕事頑張ろうというモチベーションとか、はい、もう本当に毎回多くの学びをいただいてます。私も、趣味っていうか好きなことって経営者の話を聞くことなんですよ。あ、そうなんですね。だからよく、今はねオンラインセミナーとか、はいはい、Zoom とかで聞ける場所があるので、そういったことで経営者の話を聞くと、やはり経営者の方ってすごく波乱万丈じゃないですか。いや本当にそうですね。でストーリーが一つある。こんなに大変だったのに、ここまで業績が伸びた。でみんな社員のね見る目が、自分の成長の具合で変わってきた。そういう話を聞くのがすごく大好物で、はい、だから大沢さんのいろんな経営者の話を聞かれてるのかななんて思ってるんですけど、どうですか？そうですね、もう本当に今1日5社ぐらい、ご縁いただいて回ってるんですけど、まず最初にどうしてこの会社を創業しようと思ったんですかとか、この事業を始めようと思ったんですかという質問から始まるので、そういうエピソードを本当にたくさんお聞きして、もうそれだけでなんか今日一日幸せというか、さっきも打ち合わせで話してたけど、営業が大好きすぎると、はい、すごい転職ですね。転職ですね。そんな転職にね、若いうちに巡り合えるって、なかなかないんですよ。はいはい。私もいろんなこう仕事をしながら、今に至っているので、なかなかねその若かりし頃に、そんな転職って言えるものに出会うって幸せなことですよね。そうですね、なんかこの7年の間にも本当に何度も私もちょっと仕事を辞めようとか、本当にこれは私がやるべき、私が目指したい人生に必要な仕事なのかとか、何度もこう実は悩んだ時期があったんですけど、あったんですね。それをやっぱり乗り越えて今
続けてよかったこの仕事がやっぱり自分の目指すあの人生の中で必要だなって、うん、やっとこうまた思えるようになりました。本当、そうですよね。いろんなことがありますよ、働いてると、うんうん、でもこのねグローバルマーケティングさんのパンフレットを拝見する上でなんか皆さんね仲良しそうな、仲良しっていうとあれですけど、はいはい、なんかこう和気あいあいと、はいはい、うん、してそうな若い方が多いですね。そうですね、非常に若くて、うん、私も先ほどあの今年29と申し上げたんですけれども、うん、私よりも若い社員もたくさん活躍しております。でね、大沢さんも入ってるのはトレンド研究会、はい、この社内である研究会。そうなんですよ。何をされてるんですか。はい、あのなかなか皆さんが自分でちょっと気になる、試してみたいけどちょっとあの勇気が出ないっていうようなことを私たちが代わりに体験してレポートをするような、そんな研究会です。例えば、例えば人気だったのはおっさんレンタルやってみましたということで新潟県内のあのおっさんレンタルに登録してる方とリアルタイムでつないで実際にサービスを受けてる様子を中継したりとか。へー、はい、それ YouTube か何かで。そうですね、今は YouTube で載ってます。実際どうでした、おっさんレンタル。あ、びっくりしたのが全然おっさんじゃないじゃんと思って、若かったんですよ。はい、どういう風な方が利用されるんですかって聞いたら、友達が急遽ご飯に行けなくなっちゃったから話し相手で一緒にご飯行きましょうとかあの引っ越し手伝ってくださいとか、うんうん、なんかすごく身近なサービスなんだなと驚きました。へー、面白いですね。そういう気になることをやってみようっていうのがトレンド研究会、ね、はい、あともう一つ隣のホットティーって何ですか。はい、ホットティーというのがうちの代表の今井と社員が月に1回30分お茶を飲みながら、まあ、いろんな自分のやりたいこととか、うん、あの気軽にお話をする場になってます。いいですね。普段話せないことも、はい、こういうリラックスした場所で話すと、あ、そうですね、いろいろ出てきますからね。はい、あの今コロナなんでペットボトルとかですけど、それ以前はあの今井が紅茶だったりとかハーブティーを入れて出してくれておりましたね。さすが今井社長ですねそして今はこれやってないのかな、メンターランチとか飲み会っていうのは、はい、あ、こちらも継続してまして、うんうん、メンターランチというのが、まあ、入社したての若手社員や中途で入った社員が早くこう会社のみんなと馴染めるように、うん、はい、会社からランチ券、飲み会券っていうのが出まして、はい、お昼を食べに行けるという。それはじゃあ新入社員ただになるわけ。そうなんですか、ね、新入社員だけでなく、うん、新入社員に誘われたメンターの、うん、選ばれた一緒にランチに行く先輩の分もお金が出ます。それは会社から出る。そうです。わー、すごいいいシステムですね。そうですね、はい、その和気あいあいとしたねグローバルマーケティングさんのお話をお伺いしました。後半もまだまだお話伺っていきます。はい、一旦コマーシャルです。ようこそ光の仕事の今日はグローバルマーケティング株式会社のプランナー大沢由佳さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。そう、そういえば出会った頃は学生だったからね、はい、まだ旧姓だったんですけど、はい、ご結婚されたんですよね。ありがとうございます。あれは何年前ですか。今年結婚4年目ですね。はい、出会いを聞いちゃってたの。あ、出会いはあの当社のお客様ですね。ほら、あらら、当時のお客様ですね。はい、もう意気投合しちゃったんですね。そうですね、はい、いやー、それはみんな嬉しいでしょう。会社内でも盛り上がったんじゃないですかそうですね、あの先輩のお客様だったので、うん、最初はこう秘密から始まってですねあのハラハラしてお付き合いしていたんですけれども、はい、あの結婚した時はあの喜んでくれて良かったです。じゃあもう仕事内容も今のご主人は知ってるわけで。あ、そうですね、理解があるわけですよね。はい、はい、当社のあのマーケティングをしっかりと学んでくれていたので、はい。さて、昨年から大変なねコロナ禍となりましたけれども、大沢さんの仕事もねその、はい、会社を回るっていう仕事なので、はい、打撃を受けてる会社も多いですよね。そうですね、いや本当にあの当社もあのセミナーだったりとかコンサルっていうのが非常にお仕事として多いので、うん、コロナになってセミナーが全て中止とか、コンサルもしばらくはかあの
外部の方は入らないでくださいとかっていう影響も実はかなり大きかったですね。でやはりそういう困っているとか悩んでいる企業さんが多いと思うので、はい、そこをまたね解決していくための例っていうか、はい、あのプランを立てるわけでしょう、はい、そうですね、はい、本当に今までのやり方ではあのいけないっていうことはお客様もやっぱり分かっていらっしゃるので、じゃあこれからコロナを乗り越えるためにどうやっていこうかっていうのを一緒に知恵を絞っている最中です。そうですよね。よくアフターコロナっていう言葉があるんですけど、はい、もうコロナ以前のようには戻らないと思うんですよね。そうですね、うん、全て何かが変わってしまった、うん、だからもうこの時代で生きていくしかない、うんうんうん、この時代でやり抜くしかない、はい、っていうことでやはり新たな自分のなんていうかなもう意識改革が必要なのかなって、うんうんうん、そうですね、うん、本当にそういう思いを持って勇気を出して新たな事業だったりとか、うんうん、実践に取り組まれた方はやっぱり成果につながっているので、うんはい、そうなんですよ。私の周りでも飲食店やってる人多いので、うん、早い人はねやはり昨年の早い段階で、はい、もう新事業を立ち上げて、うん、例えば、まあ、レストランだったけれどもお菓子を作って製造販売するっていう、はいはいうん、違う業種転換にしているところがあったり、はい、早い人は早いですよね。そうですね。やっぱりこの直接お会いできないっていうところが大きいので、じゃあ非対面でどうやって売り上げ伸ばしていくかとか営業活動していくかとかこの辺がすごくキーになってますよね。で近所を見ると飲食店いっぱいあるんですけど工事立て直してると思って見ると、うんうん、やはりそういうテイクアウトのために、うん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 、増築したり、はいはい、改築したりしているところも多いみたいですね。でそんな新事業のねコロナのための助成金が下りてるんですよね、はい、そうですね、うん、本当にあのコロナになってからいろんな補助金助成金が出ていて、うん、でやっぱり乗り越えたいけれどもちょっと資金的にという方のために私たちもあのうちの社長が YouTube でですね、うん、そういった補助金の申請の仕方とかっていうのを積極的に今発信しているところです。じゃあそれもね参考にしていただけたらと思います、はい、で、プライベート的に何か大沢さんの中でコロナの変化ってありました？はい、あそうですね、うちの会社はもう5年ぐらい前からテレワークっていうのをしていたんですけれども、うん、このコロナになってから新しくハイブリッドワークっていうのを取り入れまして、はいはいはい、あの1週間に1回あの会社に出社して、まあ、みんなとコミュニケーションを取ればあとはどこでも自由に働いてていいよという全社での、うん、あの体制になりまして、なので私も本当に基本的には自宅かお客様のもとかカフェかまたは実家とか本当に好きな場所で仕事ができるようになりました。あ、じゃあ要はノマドをしているっていうことですよね。はい、でアポイント取れれば会社にね、はい、あの企業さんに出向くっていうことですよね。はい、なので普段のコミュニケーションはあの社内のメンバーとチャットをしたりとかビデオ通話をしたりとか本当に会わずともコミュニケーションが取れる、うん、今本当に便利な世の中なので。でもたまにやっぱりリアルに会いたくなりません？なりますなりますなります ね、 ねえ、なんかずっとリアルで会えなかった人と対面すると、はい、なんかちょっと涙が出るほど嬉しかったりしますよ ね、 すね、ちょっと感動、はい、リアルに会うことってこんなにも、うんうん、奇跡なんだと思って。本当そうですよね、なんか便利な反面、うん、やっぱりどこか孤独感を感じるところもあって、なんか自分一人で仕事してるのかなとか、やっぱテレワークとかで陥りがちな部分だと思うんですけど、そういう時にあの、ね、チャットする中でも絵文字があったりとか、あのビデオ通話で笑顔が見えたり、マスク取って笑顔が見えたりとか、週に1回は会議でみんなの顔見えたりとか、やっぱそういうのって大事だなって、はい、思います。で夏に入りまして、あと年末ね、下半期に向かっていくわけなんですけれども、はい、何か大沢さんがこれだけはやりたいっていうことありますか？はい、そうですね、これ実は今年の4月から取り組んでるんですけれども、うん、
私本当に営業の仕事ってやりがいがあって最高の仕事だと思ってるんですけど、あの後輩たち、会社の自分より若い後輩たちにも営業の仕事ってすごく楽しくてやりがいがあってかけがえのない仕事なんだというのをこう伝えたくて、今月に1回あのメンバー8人と丸1日同行して営業についてこう話したりとか、お客様のもとに一緒に行ったりとかっていうのを続けてるんですけれども、まあ、いつかまあこういった取り組みがあの実を結んでというか、みんなが営業って最高だなって思ってもらえるようなこう1年にしたいなと思ってます。そうですよね、はい、やはりもう7年目となると育成に入るわけですか。そうですね、はい、育成に入っております。そうですね、やはり後輩を育てるっていうのも大事な仕事なのでね、頑張っていただきたいと思います。はい、で毎回ゲストにお聞きしているのが人生を楽しむコツなんですけど、小沢さんはいかがでしょう。はい、人生を楽しむコツ、私自分の中で大事にしている言葉が出会いはパワーなんですけど、一度出会った方と次また何かで一緒になれないかなって、この先もご縁が続かないかなと考えることがすごく楽しくて、はい、あの一度で終わらない関係性を築くというのが自分の中の人生を楽しむコツだなと思います。出会いはパワー、はい、いいですね、いい言葉。やっぱり一期一会とも言いますけれども、はい、一度出会ったその縁をね、はい、大切に育てていくっていうことですよね、はい、そうですね。いやー、なんか小沢さんに担当されてる会社は羨ましくなりました。いやいやいや本当にまだまだあの成長中で、お客様や後輩から学ぶこともたくさんなので、レベルアップできるように頑張りたいと思います。いやー、すごいですね。でもなんか息抜きってしてます、ちゃんと。あ、はい、息抜きは最近もう滝巡りにハマってます。滝滝行はしてないですよ。滝行はしてないんですけどマイナスイオンに当たってなんか滝の音を聞いて、もうそれが本当に癒しで、もう今日も実はこの会社に来るまで車の中で、あの滝の音を YouTube で聞きながら。どんだけ、はい、すごいですね。おすすめ滝を一つ紹介してください。おすすめ滝ですか、おすすめ滝は栃木県にある龍華の滝というんですけど、遠い県内ではありますか。そう、県内ではやっぱり妙高の内南の滝ですかね。はい、そこは有名ですね。そうなんですよ、本当に先月も夫と行ってきたんですけど、最高でした。あ、はい、西関区でもね、あの名前は知らないんですけれども、はい、滝が見えるところがあるんですよ。あ、そうなんですね。ちょっと後で写真紹介しますね。 ありがとうございます。そんな感じで、はい、今日もね、楽しくお話しいただきました、はい、今日の光の仕事人はグローバルマーケティング株式会社プランナーの大沢由佳さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。